日本を元気に京都編チーム紹介、海平アナウンサー。あ、まだ旗が来ますね。すごくね、賑やかですね。では、特別レース、第1レース、地域から日本を元気に京都編チーム紹介、海平アナウンサー、お願いします。はい、まずは近畿A門うまいもんフェスタチームの皆さんです。どうぞ、前の方に並べください。近畿A門うまいもんフェスタチームは地域商工業振興と住みよい地域づくりに寄与する京都府商工会青年部連合会、3月20日水曜祝日に近畿7県の各地のご当地グルメを一堂に集めた近畿A門うまいもんフェスタを KBS ホールで KBS マルシェ2013春と同時開催になります。それではチームリーダーの高橋さんです。青山さんで、はい、じゃあチームリーダーの青山さんの方からメッセージをお願いします。はい、3月、8日ですね、KBS ホールの方で、近畿うまいもんフェスタしますので、ぜひ、皆さん遊びに来てください。我々、商工会青年部が頑張って、やりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは気合のほどお願いします。頑張るぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、いろいろスニーカーとか地下足袋とかの選手もいますからね。さあ、続いてのチーム紹介お願いします。続いては向こう市激辛商店街チームの皆さんです。向こう市激辛商店街チーム、向こう市で3年前に発足した激辛商店街、現在加盟店40店で250種類以上の激辛グルメが楽しめます。そうなんですね。はい、では磯野さん、今日は優勝を目指して、トレーニングしてまいりました。3月17日は、向こう町競輪場で激辛グルメ日本一決定戦カラーグランプリを開催いたします。皆さんぜひお越しください。今日はキャラクターのカラッキーも来てますね。カラッキーとそれから、激辛商店街の陸上部が今日は参戦しております。激辛商店街陸上もあるんですか？昨日結成しました。このためにということですね、はい、そういう意味では、はい、このために結成させてもらいました。カラッキー、いいリアクションしますね。では最後に気合のほどよろしくお願いします。じゃあ皆さん優勝を目指して頑張ろう。せーの、大がらし。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。もうさすがです。大丈夫ですか、カラッキー。カラッキー元気いっぱいです。辛いもの食べてるから寒さ全然関係ないですね。ホットホットですね。はい、それでは続いてのチームですね、京都マラソン盛り上げたいチームの皆さんです。代表の深さんに話を伺います。今度3月10日、京都マラソン第2回目が行われます。東京マラソンに負けんように、選手一同頑張りますので、京都市民の皆さんもノーマイカーデーでご協力お願いします。3月10日は皆さん公共の交通機関を使って車はお休みという形で、ぜひ、市民の皆さんの力で京都マラソンを盛り上げてください。それでは福田さん、掛け声をお願いします。ほら頑張ってね。いくね、ワン、ツー、頑張ろう。やり直ししなくていいですか？もう一回いきましょうか。もう一度、はい、1、2、3、頑張ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては4番目のチームはこちらです。同志社大学八重の桜応援隊チームの皆さんです。大河ドラマ八重の桜の主人公は同志社創立者新島城の妻、新島八重。
それでは代表をお願いします。先ほど紹介ございましたように、今年の大河ドラマ八重の桜の、主人公は我が同志社の創始者、創始者新島城の妻八重でございます。八重の生き方、学ぶことが非常に多くございます。我々は八重の生き方に恥じぬよう、最後まで力いっぱい走りたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。すごい素敵な衣装なんですけれども、それぞれご説明いただけますか。まず私の右から、創立者新島城です。とてもひげがなくて、あの武将のひげをつけておりますが、その横が、主人公新島八重です。かわいい、あの本格のようにあまり見かけは美しくありませんが、心がハンサムなんです。新島八重です。その横、川崎翔之介です。川崎翔之介、新島八重の元、夫でございます。で、あの兵庫県の、今の、伊豆市出身でございます。あの最後まで会津を守り続けた方です。あの一番最後、八重の、兄貴、山本覚悟です。あの西島幸俊さん、不安の方申し訳ございません、山本覚悟でございます。どうぞよろしくお願いします。それでは最後に敬意のほどお願いします。サムサムウッドラスト頑張ろう。それでは第一競争出走の皆さん、スタンバイをお願いします。よろしくお願いいたします。いや、色とりどりですね。京都もね、とりあえずいろんなところ、向こうしから、それからね、同志社大学から、はい、同志社大学出身ですからね。そうですね。母校、あの新島城の勉強はすっごくしっかりしてきましたので。そうですか、はい、思いがちですよ。それからカラッキーが助けてくれましたね。ありがとう。風でね、揺れるあの髪を押さえてくれてありがとう。女の子には優しいんですね。いやいや、もう分かってます。何優しい。よろしくお願いします。カラッキー走るんですか。応援だけ走る。あ、応援だけ。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いてはですね、